まあでもたまには安い上がりもしますよっておっしゃってましたね。たまには2回続いたね。じゃあ自身の得意とする展開ではないっていう感じなんですかね。まだその自分のペースに今持ってこようとしてますよね、うんうん、うわー、数層からちゃんと今耕してるところね。何州？魚谷九州だ。久里ですか。久里九州だ。3、4、5、6、7、あ、九州ですね。自分がチャンスですよ。はい、ちゃんた系ですね。魚谷は、はい、こちら魚谷です。第一打数層から、あら、顔面できちゃった。一応チーソールといって7枚引いてきたらちょっとやり直そうかなっていう。ちゃんた三色系ですね。はい、インシャンテン、はい、中林です。いや、これは7万がね、急所なんで、中林の手配は7万次第。あと3ピンとかウーピン引いてきたら一気通貫があるんで、この手、はい、ピン図膨らんできたやろというか、まあ、テンパイですよね。いや、取らない。パワン切ると取りません。取らないですね。テンパイ取らないで、あれどうするつもりなんだろうね。2ピン打ったってことは、C1 がダメなんでと本人は思ってるんで、例えばソーズの膨らみとかも残してリアンシャンテ戻しとかもするのかな。ですね、もう俺もテンパイ取らず取らず取らずですから。あ、ドラドラだ。はい、親番渋川チャンス、チャンス、いいシャンテンだ。ペン3ワンでも行きそうだけど、ちょっとね、久里の川にマンズが高いんだけど、この6万出れば3万おいしいと思いますね。6万出ました。あれ、ああテンパイカンチーマン、久里の6万が出たんで、チーワンもいけるかなっていう、自分が3枚見えちゃったんで、このわずか数秒で判断が変わったんですね。山に2枚のカンチーは中林のリーチ。さあ、そこに仕掛けを入れる渋川です。四五郎の三色を見ながら、数値ピン引いて単野の手代わりをしながら、押していくぞっていうね、意思表示ですよね。なるほど。何枚、1枚、7万2枚、2枚でしたね。これ上がると大きいね、中林。はい、これでいいピンですか。そうですね、ローソンを切るとテンパイの形ですでしたが、4、5、6のマンズをチーしているので役がありませんでした。ソーズ伸びたら、はい、2ピンも現物なんで、で3ピンも切りやすいんで、いけるっていう判断ですね、渋川のね。あ、3万チーですね。チーで2ピンだと思うんですよね。でリャンピンを食い直して数値ピン振り点解消っていうね、こうストレートにテンパイ取らないと思うんですよね。ここでロー、おー、取りましたね。さあ、これで振り点いい数値ピンの形、もうツモ勝負ってこと。役があるのは数値ピンのみ、ツモ勝負ってことね。ですかね。でもうまく高打点の手をね、6万のチーから、はい、数ピン、スーピン、チーしてパーワンっていう手はあるんですよね。パーワン、これがアドラか。チーしてリャンピン、リャンウピンの方がいいってこと？数値ピンより枚数的には、チーしてリャンウピンの方が枚数が多いってことですね。これでリャンピン切ってリャンウピンにするんだ。これの方が枚数多いんじゃないかという読みね。振り点から振り点ですけれど、いい数値ピンよりはリャンウピンの方がずっといいだろう。わ、すごいな、リャンピン1枚しか持たれてない。山に4枚、同じ振り点なら枚数の多い方でいいだろうという渋川の好判断ですね。はあ、振り点の中にも優劣があるんですね。あるんですよ、これは高度なね、渋川の。あ、積もってた。え、あ、チーピン、あ、うそ、そんな、そんな、だけど積もり返せばいいんだ。ファインプレーに神は応えてくれるのか、ね、ファインプレーね、これね、成就させたいですよね。こんなチーピンいるんだ ね、 ね。さあ、中林のリーチに対して親番渋川が4番手から一工夫二工夫と入れて、振り点リャングーピンのテンパイを入れてます。自信あると思うんですよ。リーチの現物打ってこないんで、みんな。そうですね、あ、これであと1枚かって、1枚減ったって感じですね。あと1枚かって持ってこられるのか、リャングーピン。中林のチーワンは山に残り1枚。あれ、スーピンか。これチーワンは止まりますか。止まんないです。止まんないですよね。止める必要もないし、
リャンウピン積もらないとね。赤ウーは現物ですね。現物でした。いや、一つ大きく息をついている渋川です。いい勝負を打ちましたよ渋川は。だからチーピン積もってたじゃんっていう意見よりもやっぱり数チーピンチーできた鋭さを評価しなきゃいけませんね。これはね、はい、押すしかないんだもん。これやめたらダメよ渋川さん。両方安全牌なんですけど、数ピンも3ピンも持ち駒あとたったの5枚のマージャン牌から何を選ぶ。いやそこはやめないでいっちゃおうかな。盟友中林からのリーチ、まあ、この合ってんですよ。7万当たりなんで数番と危ないと思うのはね、はい、いやすごいですね。両ピンが見えちゃったからな。だけど行きましたね。立派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 振り点ですけど天牌キープ。中林は気が気じゃないですよね。あれウーピン1個減った。そうですね、久里のところにウーピンが来ました。チーマンもまだ姿を見せない。リャンウーピンはどうだ。8万はドラのパーワンですよね。中林が1枚持っててもう1枚は山ですよ。出たらポンかもね。で3ピン関係にするんじゃないかな。数ピン通ってますからね。そうすると振り点解消で、山に結構ありますよ。3ピン2枚いますね。ということは3ピン引いてきてシャンポンに変えてもいいんだ。それもいいですね。さあ残り2巡です。いやでも2巡となるともう振り点ではあんまり意地張れないんじゃないですか。でも7万止まらないよね。7万は止まらないと思いますけど、どうなんだ。あ、出た。ポンポンポン、これポンですよ、間違いないです。今シーズン第1号裸短期出るか。ポンだ。これ3品2枚でしょ。山いる、います。大変だ。タンヤオドラさん赤、親番渋川の天牌は三ピン短期。ここにチートいて。あ、まだか。あと1枚。1対1。でも7万打たないですよ、もうこうなると。変えられますもんね。渋川、これは点数以上にインパクトのある上がりになりました。タンヤオドラさん赤、12,000は12,300。その技術と読みと勝負根性を見せつけた一曲。土田さん、はい、面白かったですね。今度は渋川さんに惚れましたね、全国が。そうですね、やっぱりね、仕掛けっていうのは難しい技なんですけれども、はい、その技の一番高いところを見せてくれましたよね。心境どうだった。いやもうただのトップ目じゃなかったんで、うん、これ流れいいトップ目だった。そう、負けるようになったらこれ1万2000で、うん、おってなったね。嫌な雰囲気が出てきて。渋川さん、はい、この1週間苦痛ですよ。でもこれ次の出番まで持ってきたら